様々なカルド・オエル天体、カルド・オエル・カタログは、アマチュア天文学者の観測用に109個の明るい、星団、星雲、銀河を収録した天体カタログである。パトリック・ムーアとして知られる、パトリック・アルフレッド・カル・ムーアが、メシエ・カタログの補完として編集した。メシエ・カタログは、観測に適した天体のリストとして、アマチュア天文学者によく用いられるが、ムーアは、 メシエカタログには、ヒアデス星団、二重星団、NGC253 等の明るい多くの天体が含まれていないと指摘した。さらにムーアは、北半球の観測に基づいて編集されたメシエカタログには、オウム星団、ケンタウルス座 A、NGC4755、巨視長座47等の南半球の明るい天体も排除されているとした。 彼はすぐにメシエカタログに収録された数と同じ109個の天体を含むカタログを編集し、1995年12月にスカイテレスコープ誌で公表した。公表後、このカタログはアマチュア天文学者の間で公表を博し、1995年のンの小さな編集上のミスも後に修正された。聖であるムーアの M はすでに メシエカタログの収録天体に使われていたため、収録された天体の命名にはカルド・オエルのシーが用いられた。常実のように、このリストにはプロの天文学者によってすでに同定され、アマチュア天文学者にも観測しやすい天体が収録されている。発見順に収録しているメシエカタログとは異なり、カルド・オエルカタログは基本的に北から南へ、 席キの順に並んでいる。また初版では、NGC6087 と NGC6067 を取り違えており、ケンタウルスザラムダ生成団である IC2944 を、ケンタウルスザガンマ生成団と間違えて記載している。ありがとうございます。